鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、手の目熊本県八代市の松井文庫所像、百鬼夜行絵巻より、手の目をモチーフとした妖怪、手目坊主、諸国百物語より、手の目のモデルとなったとされる階段、化け物に骨を抜かれし、人のこと、左側の老人の左手に目玉がある。水木しげるロードに設置されている手の目のブロンズ像種の目は、 鳥山石縁による江戸時代の画集、ガト百鬼夜行にある日本の妖怪。座頭姿で、両目が顔ではなく両手の平らに一つずつついている。ガト百鬼夜行には解説文がないために詳細は不明である。熊本県八代市の松井文庫が所蔵している、天保年間の妖怪絵巻、百鬼夜行絵巻には、石縁の手の目を持ち、鴨のづくしにも、 石炎の手の目と同様の図が描かれている。以上二例も、説明などは絵巻中には記されておらず詳細はやはり、不明である。また、犬雄イ,イラは、四水文古書像の古内ちシェイボンに、手の目という妖怪が描かれており、荒れたる草むらなどに、天地の生成にて小図とうんと記されていることを、紹介している。江戸時代の怪談集、諸国百物語には両手に、 目のついている妖怪の姿が、挿絵にも描かれた化け物に骨を抜かれし、人のことという説話があり、関炎が手の目のモデルにしたのではないかと考えられている。その内容は以下のようなものである。ある男が京都の七条河原の墓場に肝試しに行ったところ、八十歳くらいの老人の化け物に襲われ、その化け物には手のひらに目玉があった。男は、 近くの寺に逃げ込み、その寺の僧に頼んで長持ちの中にかくまって、もらったところ、化け物は追いかけてきて、長持ちのそばで犬が骨をしゃぶるような音を立て、やがて消え去った。僧が長持ちを開けると、男は体から骨を抜き取られて皮ばかりになっていたという。藤沢吉夫、岩手の妖怪物語によると、岩手県に伝わる民話には、以下のような手の目の話もあるという。 ある旅人が夜に野原を歩いていたところ、盲人が近づいてきた。その盲人の両手の平らに目玉があり、その目で何かを探している様子だった。旅人は驚いて逃げ出し、宿へ駆け込んだ。宿の主人に事情を話したところ、主人が答えるには、あの場所では数日前に盲人が悪党に殺されて金を奪われ、その盲人が悪党たちの顔を一目見たい。目が見えないのならせめて手に目があれば。 という強い恨みが手の目という妖怪になったのであり、越後でも同様に盲人が殺された際に手の目が現れたという。妖怪研究家の田だかは手の目などの妖怪側、化けの皮が剥げるという言葉遊びで描かれたものではないかとの絵と機械尺を示している。目のついた手を上げている様子は、悪巧みやイカ様を明かすことを意味する手目を上げるに通じ、坊主頭は剥げるや、 勝負の負けを意味する、坊主になるという言い回しに通じるというのである。ガト百鬼夜行の、手の目には背景に月とススキの野原が描かれているが、月は、花札の、坊主、ススキは、幽霊の正体見たり枯れ尾花の写楽ではないかとも、述べている。手の目に類する妖怪として、妖怪魔人精霊の世界に収録されている、山田のりおによる日本の妖怪の解説文中には、 暗闇目という妖怪が述べられている。こちらは、両の膝頭に目があり、暗闇でも平気で歩けるが、昼間は、物にぶつかったりするとある。ありがとうございます。